新型コロナワクチンの3回目の接種を加速化するため、県は大規模接種センターで接種できる人数を最大で1日5000人に拡大すると発表しました仙台駅東口の大規模接種センターでは、現在、1日に最大で2000人のワクチン接種が可能ですが、希望者が相次ぎ、予約枠の空きはあすが100人ほど、あさっても200人ほどとなっています。 このため県は、今月28日以降の予約枠について、医師や看護師を増員して、接種体制を拡大すると発表しました。28日から31日までは、1日最大2600人にまで拡大、来月1日以降は、日中の接種枠をさらに広げ、3200人とした上で、新たに夜間枠1800人も設け、